寒い。うん、お母さんはこんな手の子持っとったけど、こたつを大きいにして、あんたこそ手が、手足が冷やかる。どこやったっけ、宮間博士、宮間博士が出るんだろ、12時半から。宮間博士12時やったか、そう、分からん、ちょっと待ってやん。その真剣な顔して言われたって困るよ。女房持ちとして金谷に職を求めてみたい。頼む、お呼んだろう。山中がどうしてああいう死に玉をしたのか、奴が本当に筋切りをしたのか、これ辛いな、塩辛い。何？うん。うまいこと焼いとる、これ。綺麗に焼けとる。あのような立派なご夫婦が殺されたのでは、放ってはおけません。覚悟を決めて、きちんと勤めさせていただきます。落ちたよ、でも。うん、できた。おやじさんと拓哉さんが二人で箱根。そうなのよ、おまけはよろしくですって。そうそう、いいご身分ですよね。でもさ、ちょっと変じゃない、でもこれなんてさ、何だったか、人は受け止められないって言うじゃない。ねえ、おまさん言うよ。そうか、この二人いつの間にかできた。拓哉は壊れて同じ回線問屋で頭取り争いをしていた兄輪屋です。兄輪屋、はい、髪型から10年ほど前に出てきたんですが、かなりのやり手だそうで。悪いわ、兄輪屋は。いずれにしろ臭いのは加納屋だな。給金をもらって嬉しそうだな。三宅拓兵衛様、腕の方はいかがですか。やっとですよ。この方なら誰にも引けは取らんと思うがな。しかしこの太平の世ではな、宝の持ち腐れだ。お一人ですか。一人妻子はあるかということですよ。妻が一人おる。お住まいはどちらですか。我の長屋を追い出されてな、本日より要町の伝助長屋を移りするか。わかりました。では三宅様に見合ったお仕事があればご連絡いたします。よろしく頼む。気がないゆえ、いつまでもお前に苦労をかける。そんな、夜が夜ならば大半のご指南役になられてもよいお方が、長年の老老の身、さぞやおつらいことと、お察しをします。やめなさい。一
つまでも今のままではおらん。今しばらくの辛抱であるぞ、レン。はい。明日は長明寺へ参るぞ。はい。先生の正月命日でございましたね。仕官が叶うようにな。先生によーく頼んでくるぞ。お主は加納屋一名にございます。失礼ながら腕を確かめていただきます。あんなにことをする怪我人でも出たらどうするんだ。そんなことには変えられません。これはそれほど大きなお話でございます。大きな話？いやです、あなたとこの腕に重量で買おうという方がおられます。重量？このわしの腕を買おう。重量はしたくない。仕官なさった後は100票二人打ちがあなたのものになる。100票二人打ちか。はい。あ、それはどこの屋敷か。それは作様とお会いになるまでどうぞご勘弁くださいまし。さようか。仕官先はまだわかりません。でも確かな話なのです。すでに花粉の支度金もいただいております。よろしゅうございますね、三宅様。では明日の昼頃まで奥方様と一緒に私の店までお越しくださいませ。妻も一緒に、はい、お住まいも猿お屋敷うちに用意してございます、うん、はい、わかった。では明日。おめでとうございます。何のことや。またおとぼけになって。そう、染香の言ってるのはね、頭取の件ですよ。競争相手の港屋さんが辻斬りに切られて、棚からボタムシの頭取の座ですよ。何は屋さんも天下